こんにちは、イルドーモ佐藤です。今日はちょっとお問い合わせがあったんですけども、日経ウーマンの11月号の付録が万年筆だったんですけども、ちょっと使い方がわからないっていうお問い合わせをいただいたので、まあ自分の商品ではないんですけども、ちょっと今日はご紹介しようかと思います。最近手帳がちょっと2018年の手帳が出始めてるっていうことで、日経ウーマンの方でもこんな感じで手帳の特集をしてまして、それに付属してきたおまけがこちら、このかわいいアフタヌーンティーとコラボしている万年筆なんですけども、ミントグリーン で柄もこんな感じで可愛い柄が入ってて、で金なのでとても高級感があって、おまけとは思えないほどの出来栄えなんですけども、開けるとここをパカッと、ネジとかではなくてパカッと開けるタイプです。でこうペン先も柄がちゃんと入ってて、このこっちの柄と一緒の柄が入っててとても可愛いです。で使い方なんですけども、こことここの間を開けます。左にねじって、ちょっともう入ってるんですけども、カートリッジが付属で入ってるので、それを刺すんですが、細い方を刺します。間違えて太い方を刺さないように。でこういうカートリッジ、これちょっと付属のと違うんですけど、こっちを刺さないように、こちらの穴っていうか、こちら側をここにブスッと刺します。で穴が刺すと開くので、で勝手に下がってきます。でちょっと一個注意点なんですが、ブログの方にも書いてるんですけども、カートリッジのインクっていうのは万年筆の変身後にインクが下がってくるまでにちょっと時間がかかってしまうので、もし早く使いたいっていう場合は、ちょっと裏技なんですけど、こうやってギュッと押してあげる、するとこっちの方に触ってきて早く使えるようになりますっていうのと、このカートリッジがなくなってしまったらどうしたらいいかっていうことも、一応、これが入ってた、袋に裏にプリントされてるんですけど、ちょっと見にくいのでご説明しますと、これだんだん使ってると空になってきますよね。空になってきたら、外してもらって、でインク変える場合は、色とか変える場合は一回洗わなきゃいけないんですけど、瓶にポチャンと入れてもらって、1日2日ぐらい水をちょこちょこ変えながらやっていきます。で色がもう出なくなったらもう OK ということで、でですね、このカートリッジって普通に売ってないんですよ。っていうのも、これとあるちょっと換気失礼しました。そう、これ私が持ってたやつなんですけど、これイタリアのカンポマルツィオっていうメーカーのカートリッジなんですけど、この規格が欧州ヨーロッパの標準規格っていう、ちょっと日本のものよりちっちゃいというか形が違うんですけど、これを買えば OK です。これ Amazon にも売ってるので、この欧州標準規格欧州カートリッジインク万年筆とかで探せば出てくると思うので、そういうのを買ってください。でパイロットとかのやつは合わないと思うので、
ご注意ください。で、これに付属してたのは黒だったんですけど、インクの種類を変えるとちょっと出が最初からついてたものよりかはちょっと違う書き味になるかと思うので、その辺もちょっとご注意ください。で、こちらはコンバーターっていうインクを吸入する機械というかパーツが付属してないので、ちょっとインクを例えば自分の持ってる緑色のインクに変えたいんだけどっていう場合はちょっと難しいんですが、一応、裏技がないでもないんですけど、ちょっと初心者の方だと手間かと思うので、こういうふうにカートリッジで使うのが一番簡単かなと思います。で、カートリッジをこう刺したらこうやってして、で、これ開けっぱなしにしてしまうと乾燥して詰まってしまうので、詰まったら水でさっき言ったように洗えばいいんですけど、こんな感じで使います。なるべく毎日使ってあげると乾きにくいかなと思います。もし何かご質問あったらコメントでください。はい、では今日はニピケウーマン11月号のオリジナル万年筆のご紹介しました。もし役に立ったという方はぜひいいねボタンとチャンネル登録お願いします。バイバイ。